近、私は同じ夢を見る。誰か知らない女の子が病室にいて、ベッドの上に座ったまま、本を読んだり、食事をしたりする姿を、ただ眺める夢。その子は時々、私に笑いかけて何かを言う。だけど私には、その声が聞こえない。きっとそれは、私が病室にいないから。私は画面の向こうにある別の世界を、ただ眺めているだけだから。どうして私、こんな夢ばかり見るようになったんだろう。私が繰り返し、あの夢を見るようになったのは、前にこの町に来てから。あれからずっと、夢を見るたびに、胸がざわめく。私の中に押し込められた何かが、しきりにうごめくように。だから、私は真相を知りたい。夢のことも、胸がざわつく理由も、だって、そのためにこの町に来たんだから。見つけないと。そして、確かめないと。魔女を追っていれば見つかると思ったけど、魔女も使い魔も多くて思うように魔力を追えない。だけど多分この辺りに魔女がいる。もう一度探ってみよう。いるの？魔法少女の魔力反応があればすぐに見つけられるんだけど、反応は近い。きっとどこかに。
くなった時はいつも明るい未来を思って、時々逃げられたね。もう落ち着いた？うん、ごめんね。助けてくれてありがとう。ううん、気にしないで。ただ、使い魔が強くてちょっと驚いちゃった。強くて？あの、もしかして神浜の外から来たの？え？うん、そうだよ。それなら戻った方がいいよ。この町の魔女って強いから。今の使いまでもきっと弱いぐらいだもん。え？嘘。じゃないよ。だから心配してくれてありがとう。でもね、私まだ帰れないんだ。え、でも本当に？疑ってるわけじゃないの。ただね、ちょっとここに来たのは理由があって。理由？この街で見たことないかな？何を？小さいキューベなんだけど、キューベの子供みたいな。小さいキューベ。ごめんね、知らないよね。ううん、見たことあるよ。本当？うん、最近ね、この町ってあのキューベしかいないから。私ね、その子を探しに来たの。前に一度見てるんだけど、どこにいるかわからなくて。それなら急いだ方がいいよ。急いだ方がいい？うん、さっきの結界にいたと思う。見間違いじゃなければ。だけど、さっきの魔女の結界は、さすがにもう逃げてるよね。でも教えてくれてありがとう。私、さっきの魔女を追ってみる。でも慎重にね。あの小さいキューベ、警戒心が強くて逃げちゃうから。うん、分かった。ありがとう。私こそ助けてくれてありがとう。小さいキューベなんて見つけてどうするのかな。